Radio. Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Reconnecting to music. 今週この時間は4月に来日公演が予定されています。Doobie Brothers に Reconnect。1970年に結成され、70年代前半、Listen to the Music、Long Train Running、China Groove、Black Water といった数々のヒットで全米規模の人気を獲得。イーグルスと並んでアメリカンロックを代表する人気バンドとなった Doobie Brothers。70年代半ばにマイケル・マクドナルドが加入した頃からスタイルを変化させ、洗練された AOR 色の強い音楽性を打ち出していくようになります。今ねお聴きいただいているのは77年のアルバムです。 Living on the Fault Line から Echoes of Love、 まさに AOR といったサウンドじゃないですか。そして78年にはアルバム Minute by Minute がチャート1位を獲得します。シングル What a Fool Believes も全米1位となり、グラミー賞を受賞しています。78年の大ヒットです。 The Doobie Brothers What a Fool Believes。 この後メンバーチェンジを繰り返しながら活動し、そうですよ、今年4月にはやってきます。東京、大阪、名古屋、横浜、盛岡、金沢、広島で来日公演が行われます。今回のね来日メンバーは、結成当初からの中心人物トム・ジョンストンとパット・シモンズ、いくつもの弦楽器を巧みに弾きこなすジョン・マクフィー、そして70年代後期のドゥービーの、支柱となったといえるマイケル・マクドナルドの4人となっています。ちなみにドゥービー・ブラザーズの何人かのメンバーは長年矢沢永吉さんのツアーのサポートメンバーも務めているんですね。国際交流やねえ、素敵。今週この時間は4月に来日公演を予定しております。 Doobie Brothers に Reconnect Reconnecting to Music Reconnect